まったく片岡様も銭儲けが好きなお方だ。どうした備前家、いつもより多いではないか。いえいえ、片岡様あっての備前家。ほんの気持ちでございます。心得ておるではないか。そちも悪いよのう。して何が望みじゃ。明くる月の貸工事の入札はぜひとも。任せておけ。だが越後屋のこともそちも慎重にね。へへ。駆け上がってばっかが。どうだ、どうだ、どこだ。微妙。こっち見んなよ。くそ。次で行くぞ。あ。
ってことだ。片岡様はどちらに？貴様は確か殿の影。飛んで火にいる夏の虫とはまさにこのこと。返り討ちにしてくれる。うりゃ。ガトツか。いいえ。もう一度だけ伺う。片岡様はどちらに？旦那様は出かけられた。そろそろお帰りになるはずだ。うわこうか。片岡。あ？あ？拙者が出向いた意味お分かりです。すでに殿の知るところか。これ以上無様な姿はさらせぬ。武人としての気概をお見せくだされ。拙者が解釈いたす。かたじけない。この片岡の死に様、しかと殿に伝えられよ。無人としての際、確かにお伝えいたします。八を朱に、矢を朱に染めし物の布の。我説毛にただ樽をし、うん、へへ、領内の寺社仏閣が万事教を名乗る集団に次々と襲われ、目的は人を意のままに操る怨霊を封印したと伝わる呪縛石である。山地仏閣99の石段の先に立つ金王寺を総本山とする万事教は持ち去った呪縛石を祀っているという。呪縛石の力か領民へ影響を及ぼし始めているのも気がかりだ。横島な神の修行、葬るは影の務めよ。よし。